皆さんこんにちは。株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今月の商売繁盛セミナーなんですけども、これだけは読んでおきたい2019年上半期ビジネス本というですね、本の紹介の、今回は、DVD になるんですけども、まあ、このちょっと机の上にですね、本をね、だいたい9冊ぐらいあるかな、ここに用意しております。で、私がこの上半期、まあ、だいたい2019年の1月から、今日、まあ、4月なんですけど、上半期というのはちょっと短いんですけども、結構本読んだんですね。まあ、その中から、これは良かったという本を紹介させていただきます。この中にはですね、実は今年発売された本だけではなくて、もう過去何十年前にもこう発売された本もあります。ですので、あくまでも私が今年1月から4月までに読んだ本というふうにね、まあそういうふうに限定というか条件を付けさせていただいております。で、今日はそれでいろいろこう紹介したいんですけども、まずね、ちょっと上半期、こう衝撃のこう一冊だったんですけども、それがですね、こちらですね、中山恵美子さんの方のね、こう見えますかね、瞬読というね、これまでの速読は一旦忘れてくださいと。結構ね、これ刺激的なタイトルがついてますね。一冊3分で読めて 99% 忘れない読書術ということで、この本はね、非常に衝撃的でした。で、また私はですね、結構本読みますので、もっと早く本が読めれば、もっといっぱいの情報をこうインプットできるっていうことから、やはりこういった速読とか瞬読って言われるもの、まあこれをですね、やっぱり興味があるわけです。で、今までは速読というね、フレーズ、言葉が一般的だったんですけど、この山中さんが瞬読という言葉を作られたってことなんですね。で、これね、すごいんですよ。1時間半でマスターした人続出と。1時間半で1冊3分みたいな、これすごいですよね。で、眼球運動ね、目のね、眼球運動ゼロだから誰にでもできると。で、小学生から70歳以上まで成功している事例がありますよってことなんですね。で、その他に集中力アップ、記憶力アップ、学力アップ、運動神経もアップするってね、すごいですね。で、ここね、見てもらうと、喜びの声が続々と届いてますって言ってね、これすごいですよ。はい。メールを読むことが早くなり、仕事にスピードが上がりました。40分で初見の英単語85を9割暗記できたとかね。すごいですね。10分で印刷の本を3回読めるようになったんですよ。で、ピアノのアンプね、アンプが速攻で可能に。本を逆さにしても読めると書いてありますからね。仕事前の通勤時間で一冊読めるようになりました。立ち読みで本が何冊も読めてしまいますっていうね。まあ、それそうですね。一冊3分で読めると。で、私これやったんですわ。実際ね。ちょっとだけ中見ると、まあ、こういう風にして鍛えていくっていうね、こういうのは載ってるんですね。うん、全般はまあ、ロジック。どうなってるか。まあ、この瞬読のですね、要は考え方であるとか、こう仕組みが書いてあるんですね。で、後半は本当にさっき見せたようにこういうふうな練習問題が書いてありますので、この一冊でおおよそ瞬読できる、まあベースになるもの、それはマスターできると思います。あとはですね、この本をベースにしていろいろと練習を積んでいくと、一冊3分で本が読めるようになるっていうね、それも可能だということです。ただ、これ、ですね、まあ問題じゃないんですけど、これね、ただし条件がありまして、全く知らないような専門書の場合は、やはり難しいということなんですね。あくまでも今までの自分の知識の範囲内、まあ、知ってる単語とかね、まあ、知らない単語ばっかり出てくると、やっぱそれは難しいわけです。単語の意味がわからないので、なかなかそれは1冊3分で読むことは難しいですけども、今まで得た、知識とか情報とかね、そういうものの中であくまでもこう判断できるものだったら、一冊3分で読めるって。まあ、それはね、もう事前に頭に入れてた方がいいと思います。全く情報のないもの、全く知らないものに関しては無理です。極端な話をすればですね、古文なんかここでね、やっても多分瞬読ができないと思いますので、まあ、その辺のことはあらかじめ、
知っておいて、こう取り組まれてはいいんじゃないかなと思っております。まず一冊目、この瞬読という本ですね。で、二冊目がね、こっち行っちゃいましょうか。はい。こちらでございます。もう有名ですね。渡辺和子さん。亡くなられましたかね、何年か前にね。面倒だからしようって。みんな面倒だからやめようって思うんだけど、面倒だからしようっていうね。で、この帯に書いてあるように、毎日新しく丁寧に生きるために60万部突破。非常に有名な、ね、言葉で渡辺さんの置かれた場所で咲くっていうのはね、私の答えをこの前一冊にまとめてあるということなんですけども、渡辺和子さんを知らない人のため一応こう言っておきますとね、プロフィールを。ノートルダム、精神学園理事長ですね。ノートルダム精神学園の理事長さんということで、非常に有名な方です。で、それでですね、あとは、まあ、いろんなね、こう、数々の、こう、賞とかもいろいろいただいている方で、非常に有名。で、著書の中でも、例えば、マザー・テレサ、愛と祈りの言葉とかね、まあ、マザー・テレサみたいな人ですよね、日本のね。はい。で、まあ、こういうふうなですね、自分の生き方に、まあ、自分の生き方をベースにして、世の中にですね、こう、励ましの言葉とか、正しい生き方とか、そういうことをこう発信し続けた方でございます。ちょっと読んでみましょうかね。裏表紙のところに書いてあります。面倒だからしようはおかしな日本語かもしれません。面倒だからよそうが当たり前でしょう。うん、これは面倒くさがり屋の私が自分に言い聞かせている言葉であり、学生たちとも一緒に使っている言葉です。しようかどうしようかと迷ってもいい。でもそこで自分の怠け心と戦った時に初めて本当の美しさ、自分らしさが生まれてくるのだと思う。と渡辺さんは語っております。なぜ私がこの本をですね、推薦するかというと、経営者ですよね。経営者っていうのはやっぱり孤独。ね、なかなか社内に相談できる人もいなかったりとか、まあじゃあ友達に相談すればいいかというとそういう話でもなく、結局自分でいろんな悩みを抱え込んでしまって自分で意思決定をせざるを得ないと。そんな時に、やはり経営者であっても落ち込む時は落ち込むわけですよ。で、悩む時はとことん悩むんですよ。そんな時にですね、こういう本。まあいろんなですね、名言が書いてあったりとか、そのピンチの時にどういうふうな考え方をしたらいいかとか、まあそういうふうな座右の銘のようなものを一冊でも二冊でもですね、持ってると非常にこういうピンチの時に効くんじゃないかと。例えば、ちょっとご紹介しましょうかね。あ、こういうね、これだけいいじゃないですか、もう。価値があるから生きるのではない。生きているから価値があるとかね。つまずくのは当たり前。つまずいたおかげで気づくものがある。自分の感情を認めること、認めた上で大ごとにしないとか。まあ、こういうふうなですね、いろんな言葉あります。まだあります。祈りを、唱えるだけでなく、祈りの人になる。不甲斐ない自分を受け入れ、機嫌よく感謝を忘れずに生きる。不親切でなくても親切さに欠ける自分に気づくとかね。まあ、こういうふうな数々の名言を残している渡辺和子さんのですね、面倒だからしようというね。まあこういう本ですね。一冊ね。本当にあるといいですよね。あ、いい言葉書いてありますよ。人間が成長するために壁は必要。大人は愛情を込めて子供の壁になるべき。いい言葉だなぁ。うん。自分と戦いながら少しずつ素直になっていく。とかね。あ、まだあった。あ、これはちょっと違った。うん。まあこんなことがいっぱい書いてあります。神は試練に耐える力と逃れる道を備えてくださる。なんてことも書いてありますが、こちら、面倒だからしようという渡辺和子さんの著書でございます。そして渡辺和子さん本人がですね、こう、いろんなメッセージを発してる動画が YouTube にいっぱい上がってますので、ぜひ皆さんですね、時間がない人も絶対見ていただくとですね、何か心にじんと響くものがあるかと思います。はい、これが2冊目ですね。で、3冊目どれにしようかな。いきなりこう、ねえ、ちょっと商売っぽい、いかにもビジネスとも言っちゃいましょうか。こちらですね、堀口竜介さんという方の書かれた、
最初の能力で成長を最大化させる AI 時代の即決営業、1分で売る。1分で物売れるかなっていう感じなんですけどね。好きを仕事にする営業本の超決定版ってありますね。お客様の考えますを科学的に攻略する最強の売り方。刺激的ですね。まあ弊社は営業のコンサルティング会社なのでですね、こういう本非常にですね、マニアのようにこう収集しているというね、まあそんなこともあるわけなんですけども、例えば1分で相手の心をつかむ自己紹介、1分ですからね、はいと答えてしまう禁断の質問、売れる人と売れない人が使う言葉の違い、曖昧なサインこそ相手に決断させるチャンスなどなどですね、成約率 81% 以上の営業社員の育成を実現した再現性の高い方法と書いてございます。で、非常にですね、これ具体的に書いてあるんですよね。商談に入ってから、まあ、クロージングに至るまでですね、具体的にこういう風なフレーズを言った方がいいとか、こういう順番で話をしていったらいいとかっていうですね、そんな、技法がですね、37も書いてあります。例えば、どうしましょうかね。これ言いましょうか。1分で納得させるプレゼンテーション。先回り。お客様に決断を約束させる方法。環境設定、お客様が集中できる場所選びとかね。論点固定、プレゼンテーションの目的を明確にする方法。利点話法、お客様にベネフィットを想像してもらう会話術。まあ、こんなのがあります。あと、こちら注目ですね。1分で決断させるクロージング。決めつけ、お客様に強く契約を迫る心の準備。曖昧の法則、クロージングシグナルを見逃さない方法。うん、これ面白いんですよ。ほとんどの人は迷ってる。実際そうなんですよ。営業に行くと買う買わないっていうですね、究極のこう選択を迫られた時に、買う人1割、買わない人1割。で、8割の人はどっちにしようか迷ってるっていうグレーゾーンの人なんですね。これまさにそうですよね。で、次、侍の法則。お客様に真剣になってもらう法則とかね。二者択一。お客様を契約に誘導する質問術などなどですね。もう非常に、このいろんなテクニック、37個書いてありますが、これもし全部できるようになったら本当に売れると思います。で、全部じゃなくても、まあ、2つか3つ、これの中からですね、マスターしていただけるとですね、絶対に営業成績が上がると思いますので、私はお勧めします。で、堀口竜介さんね、もう1個ね、一冊、即決営業というですね、本も書いてありますので、そちらの方もですね、非常に濃い内容になっております。私がおすすめのですね、まあ、営業マン、もう必読の書と言っても過言ではありません。最初の能力で成果を最大化させる AI 時代の即決営業1分で売る。これでぜひ読んでみてくださいと。で、それと連動しまして、これ前も、商いはカドカドとかで紹介してると思うんですけども、これも強力ですからね、浅川智人さん。僕が浅川智人さんと出会ったのはですね、今から多分3年ぐらい前なんじゃないかな。もうちょっとね、なんかのメルマガで、その浅川さんという方がプロダクトローンチね、動画で、何回シリーズかの動画でですね、最後何か食わせるというね、まあ、プロダクトローンチで、お金と心を動かす会話術というですね、まあ、動画、セミナーをやるっていうんで、なんとなく興味があって見たんですね。そうしたところ、その浅川さんという方っていうのは、ナポレオンヒルの教材、自己啓発の教材を販売する会社に勤めていらっしゃって、その時のトップセールスマンです。まだけど若いんですね、30代で。んで、まあ、ね、ナポレオンヒルは、まあ、ご存知ある方いると思うんですね。実は私も、今から、そうですね、25年ぐらい前に、自己啓発の資料請求をしたことがあります。そしたら、資料が届いた頃に、電話が自宅にかかってきました。それで、夜だったんですけど、まあ、結構な電話なんですよね。要は、ナポレオンヒルの自己啓発教材に関して言ったら、このまあ浅川さんとかやっている営業手法は、
電話でクロージングするんですよ。わかります?電話ですよ。電話で商談を進めて、結果的にクロージングして、電話で、じゃあ契約しますっていうイエスの答えをいただくというですね、ものすごい営業をやった方なんですね。じゃあその自己啓発の教材の価格はっていうと、5000円とか1万円とかってそういう話じゃなくて、100何十万です。それを1時間ぐらいの電話で販売してしまうっていう、まあそんなことをやっていた方です。で、こういう本ですね。はい。電話だけで3億円持ったんですよ。伝説のセールスマンが教える。お金と心を動かす会話術。自己紹介からクロージングまでってことで、驚きの効果が出る。禁断のメソッドを大公開、売れすぎちゃってごめんなさいってね。まあ売れる人が続出。ほら、すごいでしょ。レクサス、リクルート、湘南美容クリニック、ソニー生命、プルデンシャル生命などで売れる人が続発ですからね。はい。まあ、こういうふうな本なんですね。で、まあ、僕は本読んだ時に、付箋とか貼らないし、あと、アンダーラインとか引かないんですよ。で、じゃあどうやってなんか重要なとこチェックしたかって、こういう感じ全部わかります?見えない。あ、その、見えたね。今ね。こう。こんな感じで、端っこ折っちゃうんですよ。いっぱいこう折ってあるでしょ、これ。うん。まあ、ここだけ重要なことがいっぱい書いてあるんだってことなんですよね。で、先ほどのこちらの、堀口竜介さんとね、これ多分ね、双璧をなしてるかもしれないですね。うん、双璧をね。堀口さんのもすごいし、浅川さんのもすごい。まあ、どっちがすごいかって言われると、どっち、なんとも言えないですけど、両方ともかなりのテクニックをお持ちですし、話術も相当うまいです。ただね、浅川さんの方が、こう、なんだろうな、相手を感動させるという点では、一枚上かもしれません。で、この堀口さんの方はどっちかって言ったら、こう、科学的にロジカルにこう考えていって、相手を詰めていくっていうね、そういう印象ですね。浅川さんのはね、本人もかなり、こう、ロジカルで科学的であるとは言ってるので、そういう、まあ、ベースになってるんですけど、僕は、お客様を最後感動させてしまうような感じの印象を受けてます。で、動画とかも浅川さんのを、こう、見ても、そういう感じなので、非常に楽しい感じ。で、浅川さんが、月2980円で、毎朝、音声セミナーを5分から7分ぐらいのやつなんですよ。毎朝送ってくるっていうサービスがあります。月2980円ね。毎日ですよ。月曜日から日曜日まで。まあ日曜日は1週間のまとめっていうことで URL が記載されてるだけなんですけど、まあ言ったら月曜日から土曜日まで2980円ですよ。浅川さんの音声ファイルですからね。僕はもうそれを毎朝聞いて仕事に臨むっていうのがもう日課になってます。ちょうどね、1ヶ月ぐらい経ちました。で、その中でも、ここの本に書いてあるテクニックだとか、考え方とか、いろんなことを紹介してるんですね。ちなみに今週何やったかって言ったら、テストクロージングの7つの方法っていうのを、今週はやってられました。で、そうだね。読みたいですよね。読みたいですよねって、まあ、買ってほしいんですけど、で、目次をね、ちょっと。そうなんだよね。目次はね、いろいろありますよね。こうあって、奇跡の営業会話術なんてのがあってね、自己紹介からクロージングまでをこの本で紹介していると。で、まずね、相手の距離を縮めるアプローチ編。で、相手のニーズを発見してそれを組み立てるディスカバリングとビルディングってね。で、三つ目が、ここまでやれば制約率 100% 夢じゃないクロージングということ。で、売れる人はこう考えてるっていうね、ことなんですけども、これ、マインドの話なんですね。で、マインドっていうのは心とか、心のあり方っていうのは気持ちの部分なんですけども、それ結構重要なんですよ。営業の世界では。そうですね。で、やっぱりね、ここにも書いてありますよね。錯覚が人生を作るっていうね、これ重要ですよね。なんかわかんないけど、僕できるんだよって。別に証拠も何もないんですよ。裏付けも。だけど、錯覚なんですよ。俺は天才かもしれないとか。で、あとはですね、そうですね、これ、これで決めましょうというフレーズが言えるか言えないかって、これも重要なんですよね。
で、最後のファイナルのクロージングに入った時に相手はいろいろ考えてます。その時に言えるかどうかっていうのは、こうですね。〇〇さん、もうこれで決めましょうよ。早く始めれば、早く結果が出ます。今決断しなかったらいつやるんですかっていうね。やりましょうよ。で、これって結構ね、クロージングの言葉としてはかなり強力です。まあそんなですね、浅川さんのこちらの本、お金と心を動かす会話術。これはですね、営業をやってる方だったら絶対に読んでほしい一冊です。次、言いましょうか。まあ、ついでってわけじゃないけど、また浅川さんなんですよ、実は。できる人は3分話せば好かれるというね。これ最新刊ですね、浅川さんの2冊目の本。自然に話が弾み、信頼される、なぜか好印象は簡単に作れると書いてありますよ。はい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 。あの人はいつも不思議と人を引き寄せる。そのまま話せるフレーズ、満載っていうね、ことなんですけども、まあ、こういうのはね、なんだろうな。今までもあったって言えばあったんですね。で、こちらは、あなたのすべては3分で判断されると。ただ、一般的な常識としては人間で大体3秒から6秒ぐらいで膨大な相手の情報を自分の過去の経験から判断して、あ、この人はいい人かなとか、この人って結構、こう気が合うかもとかね、この人暗そうだなとかっていうのを判断してしまう動物でございます。うん。で、読みますね。人は自分で思う以上に感情に左右されているもの。この人感じがいいという人の話はよく聞く。そうですね。この人なんだかなという人の話は頭に残らない。その差の源が最初の3分間の話し方です。そして会話上手とは私はあなたの味方ですと。そのまま口に出さずとも自然に伝えられる人なのですっていうね。まあそんなことが書いてございます。で、中身をちょっと見てみるとですね。ピッ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 と、ダダダダ。はい。ちょっとね、目次紹介しますね。わずかな時間で目の前の相手と打ち解け。これね、そうなんだよね。最初の、例えば本当に1分とか2分とかで相手とね、打ち解けれる技術を持ってる人もいるし、本人は意識ない、してないんだけど、生まれつきそういう能力を持ってる人もいらっしゃいます。で、互いに心をオープンにする話の聞き方。要は、営業なんで、初方、まあ、初対面の時は、基本的には、話を聞く方、まあ、聞く方が8割。で、自分が喋る方は2割ぐらいなんで、聞き方っていうのはやっぱありますよね。で、次、あっという間に心が通う雑談。たったこれだけ、これ知りたいと思いません？うん、でね、ちょっと紹介しますね。ほんの少しのテクニックで3倍話が弾むんですよ。天気の話もあり、ただしこんな人ひねるよ。なんだろうね。雑談の話題は毒がなくて広いトッピングを。会話中のメモほど敬意が伝わるポーズはない。手土産には必ずストーリーを添える。二度目に会う人への好印象を倍増させる方法。久しぶりと感じさせないメール、手紙の書き方。相手の性格に合わせて話題、話し方をオーダーメイドする。雑談からビジネスの話に移りたいとき、これなかなか難しい。雑談がずっと続いてて、どうやってビジネスの話に持っていったらいいんだというね、要はシーンをこうチェンジするっていうの結構難しいね。これも参考になると思います。次がね、普通の話題も話し方のスパイスで面白くなりますよっていうことですね。賢い切り返しで信頼される存在になる。この人はできる人だと印象づける伝え方。いろいろありますね。で、終わりに愛が会話を変える。愛ある会話が世界を変える。ってね。この浅川さんも非常にですね、営業を、がのことが好きですし、営業のこう技術とか、いろんな考え方を情熱を持ってですね、世界にこう広めようとしている方でございます。その浅川さんの新刊、こちら。できる人は3分話せば好かれるというね。こちらもぜひ読んでみてください。さて次、ちょっと言いましょうか。で、ちょっと経力あたりいっちゃっていいですか。次はですね、米沢慎也さんという方。米沢慎也さんといってもおそらくわからない方がほとんどだと思うんですけども、長野県で新聞販売店を経営されている社長さんです。ごめんなさい。ちょっと新聞販売店の名前忘れちゃったな。で、まあ、
社員がね、40年もいるですね、新聞販売店なんですね。僕はあの、東京の世田谷に19歳から20歳まで1年間ですね、住んでて、その時やってたのが新聞配達でした。で、その新聞販売店は、正社員が、まあ、社長も入れて1、2、3人だったんですね。で、あとは、私のような、僕、新聞小学生でやってたんですね。あとは、中学生とか高校生のバイトが何人かいたっていうね。まあ、そんな、わりかし、小規模のとこだったんですけど、この米沢さんのとこ、社員40人ですからね。すごいですよね。で、この米沢さんが、その、40人もいる社員をどのようにして、こう、なんだろうな、皆さん方、社員一人一人の能力をこう発揮させていったかっていうのが、実は指示ゼロ系なんですね。名前から言うと指示をしなくても社員が動くかなっていうところなんですね。で、それを書いてあるんです。で、こちらです。リーダーが何もしないとうまくいく指示ゼロ系って、これでなんとなく俺わかるんですよね。これからのリーダーは指示しなくていい、引っ張らなくていい、一人一人と関わらなくていい。書いてありますね。自ら考え動き出す組織に変わったってね。すごいですね。指示ゼロ経営を導入するとどうなるか、ここに書いてあります。勝手に会社が良くなる。自分の限界を超える結果が出る。問題を部下が自ら見つけて動き出す。やらされ社員の仕事が自分ごとになる。会議でいいアイデアを連発する。現場のスピードが増す。不平不満の愚痴がなくなる。多様な働き方ができる。正解のない時代の最強のチームマネジメントというふうに書いてございます。はい。自立型組織を目指すなら環境を整えて、あとは待つだけ。リーダーは何もしないことを頑張ってください。そうなんですよ。リーダーと呼ばれる人は、まあ、経営者のことなんですけども、ついつい口を出してしまうっていうね。そういう悪い癖があります。その何もしないことを頑張るね。これ多分ね、頑張らないとできない。つい言っちゃうから。うん。ついつい指示を出すっていうのが、その、経営者のね、もう差がっていうかね、習慣っていうかね、条件反射っていうかね、パブロフの犬っていうかね、もうこれどうしようもないですね。で、社員も経営者に聞いてくるじゃないですか。社長これどうしたらいいって。そこで、社長が答えてしまうと、ずっとそのループで行っちゃいますからね。社長に聞けば何でも教えてくれるっていう風になります。で、これもね、僕ね、いっぱいこうやってるんですよ。ほら。結構読んでるでしょ。で、まあ、本当にそんなことできるのっていうね、ことだと思うんですけども、実は私これ体験があります。その体験をしたのは、17歳の時です。17歳の時僕は、若年寄というですね、とっても、若い人が、組むようなバンド名じゃないんですけども、若年寄りというフュージョンバンドを組みました。その時に、僕がギターで、あとはサックスとベースとキーボードとドラムとパーカッションだったんですね。全部で6人のバンドメンバーだったんですけども、ヤマハのイーストウエストというコンクールに出ようということになりました。で、そのコンクールは半年先に予選が始まります。それで出ると決めたんですね。その時別に誰がこう指示をするわけでもない。もう僕がリーダーだったんですけどね。僕は何も指示はしてないんですね。それで何かわかんないけど目標が決まったらみんな勝手に動かしたっていうですね。なかなかこう経験できないことを僕17の時に経験してるんですね。例えばパーカッションの笹川くんっていう方がいたんですけども、彼は自分で、まずはスタジオ、練習のスタジオを確保しないといけないってことで、練習のスケジュール調整とスタジオの予約を何も言わなくても彼はをやってたんですね。で、ドラム高橋くんっていたんですよ。彼は何をやったかっていうと、メンバー、まあ練習するので彼は結構ね、ガーガー言うタイプなんですね。怒るっていうか叱るって言ったら方がいいですね。もっとそこちゃんと音出さなきゃダメだとか。で、練習終わって反省会やっても、一人でなんか怒ってるわけですよ。もう全然今日の練習ダメだな、お前ら、みたいな感じで。彼はその役割を選んだんですね。で、僕は何を選んだかって言ったら、僕は曲を作るっていうのを選びました。で、キーボードの武島田くんっていうのは、彼はアレンジをする、僕の作った曲で、
それを聞きながらこういうふうにやった方がいいんじゃないかとかってアレンジを選んで、ベースの小島くんっていうのもやっぱその曲作りに関わってきて、リズムをどうしたらいいかとかね、やったんですね。あとは知らず知らずのうちにスタジオを借りるのでお金がかかるんで、みんなバイトを買ったり始めてたっていう、バイトをやんなきゃ金ねえぞみたいなね。まあちょっと楽器も欲しい楽器もあったので、それも関係ダメだぜっていうんで、勝手にみんなバイトを始めたっていうね。まあそんな風に、こう勝手に、こう動き出したわけなんですね。で、その時僕思ったのは、何か共通の目標があったら、人は勝手に動いていくんだっていうのがわかります。誰も指示を出さなくても。で、それがこの指示ゼロ系の考え方と多少つながってるかなという気がします。ただ、何が違うかっていうと、僕がバンドやってた17歳の時っていうのは、みんなイーストウエストっていうコンクールに出て、決勝は中野サンプラザだったんですね。中野サンプラザに行って優勝したいっていう共通の目標があったんです。強い願望が。ところが会社っていうのはそうじゃないですよね。うん。いや、理想はそうですよ。会社の目、掲げる経営理念だとか、まあ、売上の目標がいろんなのあります。ビジョンとか。それを実現するっていうのが、当然、全員がですね、熱意を持ってそれを実現するっていうのが理想系なんですけど、残念ながら会社っていうのは、やる気のある人間もいるし、やる気のない人間もいるんです。で、どうでもいいっていう人間もいるわけですよ。だから、そううまくはいかないと思うんですね。そのためのステップって、やっぱあるんですよ。それをどうしたらいいかっていうのをこの米田信也さんはこの本で説いてます。ですので、まあこれは今の時代にですね、もうぴったりなんじゃないかなと、これだけ環境が変わる世の中。もう去年のことがもう今年通用しないみたいな、そんな時は、やはり末端ですよね。現場の末端の社員の人の意見とか情報、そういうのを大事にしないといけないので、経営者が机上の空論であれしれこれしれって言っても、残念ながら社会環境とはマッチしてないと思うので、まあそれも含めて、リーダーが何もしない組織、とにかく社員が自立する。で、社員がグループを作っていって、そのグループの中で意見を出し合って何かを解決していく。そして目標を達成していくっていう。まあそんな組織についてはどうしたらいいかっていうのが書いてあるのはこちら。指示ゼロ系でございます。はい。さて、残りね、3冊ぐらいなんですけど、これ行きましょうか。これもね、紹介したことあるかな？こちらでございます。経営者を叱る。経営者を叱る人なかなかいません。まさにこれ、月柄おさむさんという方なんですね。楽をしたいなら経営者をやめなさい。今すぐに。きつい。厳しいですね。杉原さんでどういう人かっていうと、中小休暇同友会の全国協議会相談役幹事なんですね。以前の、会長さんですね。中小休暇同友会のね。杉原さん結構長くこうやってられました。自分自身の会社は静岡県、愛知県かな。愛知県にありますね。結構大きな会社ですね。エステムというですね。はい。で、ちょっと読みましょうかね。7点抜刀しながら中小企業経営に反省を捧げた著者が真の経営とは何か、本物の経営者はどうあるべきかについて、時に優しく、時に熱烈かつ、辛辣に語り尽くした。新たな企業価値創造を目指す経営者必定の一冊ってありますね。で、杉原さんのこう講演、私、何回ぐらい聞いた？もう4、5回ぐらい聞いてます。非常にね、面白いんですよね。で、一時ね、なんか、テレビとかもよく出てた時期もありますしね。で、もう、きついんだけど、結構ユーモアが効いてて、中小企業がどういうかで、まあ、好き柄節出ましたみたいなね、感じのもう名物、会長でしたね。はい。で、ここに書いてあります。叱るの極意って何だってね。最近叱るのは流行らない。何かにつけて褒めろという。褒めて長所を伸ばしてあげるのが教育だというのは、多くの教育専門家がそう結論づけているんだから間違いないだろう。しかしってのはこのしかしの続き気になりますよね。なんで、確かに僕もそうだと思います。褒めてばかりいればいいかとそういう問題じゃないですね。けど、まあ、叱ってばかりでもそういう問題でも僕はないと思うので、で、そのベースってなるっていうのは、経営者と社員の信頼関係なんですよね。信頼関係がある上で叱ったって褒めたって、
ただ何でもね、いい方に行くんですよ。ところが、信頼関係がないのに、例えば営業マンが今月の目標達成したら、急に、上司とか経営者が、お前さすがだな、よくやった、なんて言ったところで、普段の信頼関係がないのに、全くだから、聞き目っていうか、本気で受け取れないですよね。社員の方がね。うん。まあ、そんなことも言えるんですけども、とにかく、この中小企業が経営、中小企業かどういうかっていうのは、経営者の自己変革とか経営者の成長、それについてものすごくですね、こう実践してる回です。学んで本当に実践し続けているというね。ちなみに、ちょっと目次を紹介すると、第1章が共に学ぶ会社を目指す。まあこれ社員とね、一緒にね。第2章が自ら深く学ぶ経営者を目指すということですね。第3章が後輩たちにビジョンを託してということで、まあこの3章仕立てで、そんな分厚い本ではありませんよね。ないので、いいと思います。それで、これね、面白いんですよね。第3章って悩みとかっていうののね、こうなんか、あるんですよ。悩みに対する答え、いろいろあります。例えば、後継者がいませんとかね。世の中を変えていくのも後継者の仕事。ああ、これ違うか。後継者がいませんね。まあそんな悩みにどういうふうにこの月キャラさんがこう答えてるかっていうのもちょっと見ものなんですけどね。まあそんなことで、中小企業がどういう会に入ってる人も入ってない人もですね、ぜひこの経営者を叱るっていうね、ちょっと刺激的なタイトルですけども、こちらをお伝えします。で、今こそ、今ぐらいですね、経営者の成長を求められているという時代はないと思いますので、経営者はもう勉強しなかったらもうアウトです。はい。ということで、次はですね、僕の友達の福岡の天才通販コンサル、岡崎太郎さん。こちらです。億万長者のすごい習慣。これが成功への扉を開く鍵って。これは商いは角角のね、おすすめビジネス本とかも紹介しましたし、本誌の中の記事でも紹介したと思います。昨年のですね、11月の終わりぐらいかな、岡崎太郎さんからですね、急にメールが来て、実はそのメールっていうのももうね、15年ぶりぐらいだったんですね。で、岡崎さんとは僕メールのやり取りが2003年ぐらいから始まって、で、僕が大阪でセミナーの時を岡崎さんはわざわざこう福岡からこう出てきてね、駆けつけてくれて、その時初めてお会いして、それっきり、まあその後ちょっと多少メールのやり取りがあったんですけど、それっきりな感じだったんですね。で、去年12月に実は東京でお会いしまして、それからまたちょっと交流が始まったと。で、まあ、こういうふうなですね、億万長者のすごい習慣というね、これが成功の扉を開く鍵だと。で、その時岡崎さんと話したのは、岡崎やたらお金持ちの話を始めたわけですよ。いや、本当にね、金持ってるやつって本当に持ってんだよ、みたいなね。いやー、びっくりしたな、みたいな。で、この本は岡崎さんが、億万長者と付き合う中で、自ら発見した、それの習慣が書いてあるんですね。で、億万長者なんていうと、すごくお金持ってる人に思えるんですが、これ見てください、ここ。日本人の約40人に1人はミリオネア、資産1億円あるってことですよ。つまり、学校の一クラスに1人が億万長者というイメージなんですね。感覚として何とか手が届くように思いませんか？さあ、本書で紹介する習慣を実践したあなたも億万長者の仲間にって書いてある。いいですか ?40 人に1人ですからね。ミリオネアが。1億円。資産ね。資産1億円持ってる人ね。それってすごくありません。日本人金持ちなのかなって感じだもんね。それで、お金持ちになるね。要は、億万長者になるためのヒントに満ちた本なんだけど、お金持ちが実践している独特な習慣を中心に、億万長者になるに役立つ習慣、そして僕が意識している習慣のこの3本立てでお届けするってことね。まあ、やっぱり億万長者になるには億万長者の習慣を真似てみるのに一番早いって、まあ当たり前の話なんですよね。だって、野球が上手くなりたかったら、例えばですね、まあ、イチローの真似するのがいいかどうかわかんないけど、上手な選手の真似をするじゃないですか、みんな。だって僕がギターね、ギター上手くなりたいと思ったら、やっぱり憧れのギタリスト、やっぱり上手なね、ギタリストの真似するじゃない。それと同じですよね。で、ちょっとね、紹介する、しようかな、じゃあ。うん。どうこれ読むとね、わかるんですけど、まあ、
っていう当然ありますわ。あ、なるほどね。あ、そういうことやるんだねっていうのもあるんだけど、やっぱりね、そんな前から知ってるったんだけど、やっぱりそういうことやってるんだって話もいっぱいあるんですよ。例えば、超速で返信するっていうね。もう 0.3 秒でレスポンスがあるみたいな。メールが来たら。あと、気前がいいとかね。ほら、出ましたね。凡事を超徹底する。徹底的にメモするとかね。アナログ感覚が鋭い。好奇心が衰えないとかね。読破する勢いで本を読む。さっきのね、瞬読みたいな感じかな。まあ、あとは1秒でね、頭の切り替えをするとか、会った瞬間ありがとうっていうとかね、プレゼント大好きとかね、笑顔が超フレンドリーとか、そうね、タバコを吸わないとか、徹底的に極めるとかね、あと人と人とすぐにこう繋げて、すぐ繋げるとか、他人を優先する。これで証拠をすぐ出すっていうのはこれが面白いんだけど、岡崎さんが億万長者であったら、その億万長者がおもむろにね、いや、実はマイケル・ジャクソンと、いやいや、知り合いでとか言うわけだ、言ったんですって。で、そんな、だけど話を、すごいじゃないですか、ね、マイケル・ジャクソンの知り合いでとか言ったら、普通の人だって、と思うじゃない、もうね、億万長者違うんですって。マイケル・ジャクソンと知り合いでって言ったら、すぐスマホかなんか、ほら、ほらほらって言って、マイケル・ジャクソンと写って写真が何枚バーで、まあ、こんな感じなんだよ、みたいな。すぐ証拠も出せるっていうね。つまりどういうことかって、証拠をきっちり整理してる。まあそういった情報をね、こんな探し、あれないなとか、そんな感じじゃない。もうすぐ出てくるんだそうです。まあそんなことでですね、岡崎さんのこの書いたですね、一つ始めるだけで磁石のように幸せな富を引き寄せるっていうね、こちら、億万長者のすごい習慣。これ非常にいいと思います。できればね、20代後半ぐらいのね、これから社会の中核でこう活躍できる年代の人が読んでもらうといいかなと思います。さて、最後行きましょうか。最後はですね、これなんですね。経営者に送るちょっといいと、いい話というところで、これ、浅野さんっていう、まあ日本のね、浅野義沖ね、義沖さんという方なんですけど、こちらの本なんです。会社は生き物。わかりました？義沖という、こんな字なんですね。経営者に送るちょっといい話、欠点あってこその長所、割に合わないことをせよ、コンサルティングのベテラン系のヒントをほのぼのとしたタッチで、綴るっていうふうに書いてありますね。この本にはね、いろんなこと書いてあるんですよ、実は。まあ、目次をちょっと紹介しようかな。特にね、僕は浅野さんの言葉で、ああ、そうだなと思ったのは、まあ、この目次も書いてあるんですね。思い切って長所に光をってあるんですよ。短所是正はもう無理だって書いてあるんですよ。うん。だったらもう長所伸ばすしかないじゃんって話なんですね。無理して短所はもう是正するのやめましょうと、治んないからっていうね。そういうことなんですね。で、あとね、固定観念というものなんていうのもありますし、経営の姿勢、心の働き、仕事の鬼。そうだよね。心を磨く。これ重要なことですよね。うん。あと、まあ、いろいろこうあります。これ、ただね、昔の本なんで、今のちょっと環境とは違うのは1990年ですもんね。初版が出たのが。1990年の2月19日なんで、今からもう30年前です。そうですね。30年前の本なので、ちょっと合わない。何が合わないか。例えば、終身雇用がどうのこうなんて話も出てるんですよ。終身雇用制度っていうのはね。これ実は、これ録画、今ね、動画撮ってるんですけど、する昨日、一昨日ぐらいかな。あ、昨日かな。経団連の会長かなんかも終身雇用を、もう無理だと。日本の企業では。っていうふうなこともね、こう発表っていうか、記者会見で言ったらしいんですね。難しいと思う、終身雇用を維持するのは。なんで、まあ、ちょっと、時代の流れとは合ってない部分もありますけども、もうね、今日ちょっと紹介しないんですけど、10箇条みたいなの書いてあるんですよ。正直でどこに書いてあるかちょっと忘れるだけなんだけど、それ非常にいいことが書いてあります。なんで、これね、残念ながらね、中古でしか売ってないと思うんだよね。会社生き物。だけど、読んで絶対損はないと思います。はい。
で、この方はコンサルタントという、こう、立場でいろいろ書かれてるんですけども、まあ、経営者の立場に置き換えてですね、考えていただけるとですね、その正しい経営者とは何かとか、まあ、本当に意味で地に足のついた経営とは何かっていうのがね、この浅野さんの考えを、読むとよくわかるかと思います。ということで、この浅野さんの本で最後にさせてもらいますけども、今日はですね、2019年上半期のですね、私がおすすめするビジネス本を紹介させていただきました。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。